この曲は、偉大なビブラフォニスト、ミルト・ジャクソンによって書かれた12小節のブルースです。バッグズは、ミルト・ジャクソンのニックネームでした。ジャズベーシストとして、ブルースのヘッドをしっかりと身につけることは重要です。この曲は、素朴で繰り返しのあるメロディーですが、即興演奏のための態度を効果的に作り上げることができます。もともと F ブルースとして書かれていますが、任意のキーで演奏することができます。曲の構造バックズグルーブは、12小節のブルース形式です。1小節ごとに4拍子です。メロディーの理解。メロディーはシンプルで、繰り返しのあるフレーズから成り立っています。メロディーの理解が大切です。まずはオリジナルの F ブルースでのメロディーを、じっくりと練習しましょう。コード進行。ブルース形式のコード進行を理解しましょう。通常の12小節ブルースのコード進行に加えて、この曲特有の進行にも注意を払いましょう。リズムとタイミング。ブルースはリズムとタイミングが重要です。シンプルなリズムから複雑なフレーズまで、バリエーションを持たせて演奏しましょう。即興演奏の準備。メロディーを十分に理解し、コード進行になれたら、自分なりの即興演奏のアイディアを練習しましょう。ブルースのスケールやアルペジオを使って、即興演奏を展開することができます。キーの変更。必要に応じて、異なるキーで演奏する練習を行いましょう。これによって異なる音域での演奏や、即興が可能になります。練習のヒント。メロディーを確認しながら弾いてみましょう。コード進行を理解するために、ウォーキングベースラインを弾いてみましょう。即興演奏の練習をする際には、まずはシンプルなフレーズから始めて、徐々に複雑なアイディアを取り入れてみてください。Thank you.
you